おはようございます。ハッピーハロウィーン。お菓子くれなくていたずらしちゃうぞ。お菓子をよこせ。メリークリスマス。ロイズチャンネル。こんな感じ。あ、はいはい。あ、めちゃめちゃめちゃ。ありがとう。お願いします。何でしょう？なんだよ、ボビーブラウン。ボビーブラウン。ボビーブラウンの前は。の前は FP ローダーのダブルやって、落ちないやつ。ハイラインは？ルチはルチもなくなった。一つだけ、じゃあちょっとロクさんにこのブランドしか使えませんね。何する？辛すぎるわ。自分が一番信頼してるって意味でいけシューかな。やっぱそこないな。あ、いや、トムブラウン。トムブラウン。トムブラウン。道をじゃない。ロクは道やん。トムフォードだった。あ、トムフォードね。トムフォードさん、あれ、あれそっから取ったんやと思いながら弾いてるんだ。トムフォードマニッチ、2番手マニッチ、2番手はパウダーマニッチ。トムブラウンじゃなくてトムフォードの、ボーディングさんが言ってるけど、タバコバニラっていう香水があって、3万ぐらいするんだけど。そうそうそう、高いんだ、トムブラウン。もう完全にこっちやな。完全にちゃいちゃい。それのトムフォードの香水がめっちゃいいんだって。その、欲しいの2つもあって、あ、トムフォードね。間違えずに言おうと思ったらトムフォード。香りってやっぱりすごい大事だと思うからさ、だから安い逆に言うと匂いだけで結構この人魅力的やなと思うくらいさ、やっぱり匂いかけるのが大事だと思うから。何してる時がさ、メイクの時一番楽しい？どの工程が好き？あ、そうなんや。もしじゃあね、ロクさんがさ、俺の顔に何か手を加えるとしたら、どこに手を加える？これを作るのは怖い。ちょっと長いんで、ちょい1センチぐらいっていう感じで。これは何ていうカメラですか？いやー、変わってるんです。反対側にもいける。これいけるか。一生って言われへん。え？一生って言われへん。唇形、えぐっ。女の口ちゃう？うまい。これ一応人のメイクだから紹介した方がいい。韓国の YouTuber の人のメイクを発表させていただきました。ました。こちらのメイクは、あ、後でいいの？はい、ありがとう。ひちまみれロリータということで、今回は去年の、魔王があんな感じだったんですけど、今年は、女装で、久々の、もう女装なんかもうほんまにほとんどやらへんからね。ちょっとどんな感じか反応わかんないですけど、楽しみにしてます。頑張ります。結構こうオーバーリップにしてもらってて、だいぶその口の印象が変わるだけで印象変わんないですか？新鮮ですね。こういう唇整形したみたい。
なんかちょっと古いかもしれないけど井上和歌みたいな感じやね。だいぶ古いよな。だいぶ古いよな。世代バレるし。ロイズチャンネル。ADSは、ゆる巻きな感じ。ゆる巻き、はいはい。もじゃもじゃっていうかウェーブっていうよりかは。はい。アクマくんです。このくんが重要です。さんではないんや。はじめさんにしようと思ってたよ。はいはいはい。配信でなんかちょっと かっこいい方かかっこいい、かわいい方がどっちがいいって言ったら9割ぐらいかわいい方って言われて、まあ、そうやもう。ポイントは髪飾りです。髪飾り昨日一晩で作りました。はい。ちなみにさっきあの喋れない設定というのを聞いたんですけど。あ、嘘です。喋りたくなかっただけです。ロイズチャンネル。サイズ的には切れるんですけど、あの大丈夫かな。お願いします。もう俺はもう託すしかないけど、すっぴんで勝ちると切れれないな。マジすいません、すげえわがままなんですけど。メンバーが頭につけるやつで、はい、これが高台です。はい、今すっぴんでこれつけるとグーグーことになるんで。ええ、ありがとう。でもつけるける。
プライベート問題だ。ハロウィンです。これメイド喫茶の休憩中のメイドさんのもの。まあ年に1回しかないけどね。いいものにできればと思ってます。なんか今日助走率高ない？高い。みんなようやく素直になれてる。ね。本当の自分に言いたい。ロイズチャンネル。どうしましょうかね。ソニック？ソニックやばいな。辻森？耳つけんじゃない？耳つける。耳どこよ？耳どこよ？500円のヘアミルクみたいな買ってみたら、まあ、さらに並んで食べたがるし。なんてくんのやっぱりこの感環境なんで。ミルクとこの缶買って乾かした後にアイロンしてまたオイルで寝て朝起きてアイロンしてまたオイルで寝て、めっちゃ寝る。ありがとうございます。とりあえず、出ました。猫終わりです。もっと見えたのか。もっと見えると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ポイントはもうこの血みどろのと、あとちゃんとこの破れてるのを選んだっていうのが今回のポイントなんですよ。僕ほんまはこういうのじゃなくて衣装を注文しとってん。でもなんでか届かんくて、じゃあ揃えようかって言ってもうバババって買って、マネージャーと事務所スタッフさんでね、こんな感じでめっちゃアレンジしてくれて、嬉しい時、悲しい時、嬉しい時。はい、今日も楽しみます。ロイズチャンネル。一応小松さんメイキング撮っときます。見ておきたい。口紅の色って近い。ごめんね、なんかオーダー多くて。うまにそういうとこあるよね。女装にハマるこの男性の気持ちっていうのは若者でもない。ありがとう。はい。かわいい。ライブチャンネル。あ、もうちょっときつくてもいいけど。あ、いやでもいいよ。とりあえずはい、じゃあ本日お世話になります、ルーズです。よろしくお願いします。
ますと、まあ、節目状態からスタートします。で会場内 BGM、今日のハロウィン仕様のものがあると思います。こんだけ撮ってあれなんですけど、はい、カード入ってなかったんですよ。完成。めっちゃいい。いやいらないいらない。アップルというかアップルミュージックって左下のとこ、ここにしたら歌詞が出てくるんですよ。ティミッド、歌詞を見ます。胸に開いた寂しさを埋めるように踏み込んだのは、これ「愛のセリフが」で、まあ、偽りの愛、偽りの愛のセリフなんですよね。で歌詞見たらこのね AI、気合のセリフが見事に優しい。気合だ気合だで、ね、耳元で気合だ気合だ。でも優しいから気合だ気合だ気合だ。例えば初めてさ、ロイズを聞いたって子たちがさ、これティミッドってその歌詞聞こうと思ったら、えどういう歌詞なんか歌詞書いた人センスないなと思われるの尺やん、うん、これイグナイト、行き旅終わり、そして僕ら命を燃やせる居場所を求めて、ダン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 、うわみたいなのが、まあ、後ろでコーラスで流れてて、まあ、歌詞書いてない。でもこっちだって歌詞があるね。その歌詞が Fight! 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 で、ビリヤ行ってからも行かないで、ビリヤ伸ばして繋がって、土日ははい、普通に伸ばして死んで、まあ、もうでもここは…ジェジェジェ。ありがとう、ようこそロイズハロウィンパーティーへ、愚かな人間どもよ。会場内は録音録画は禁止となっているわ。携帯をしまいなさい。私のこの姿を世に放つわけにはいかない。早速始めましょうか。ご愁傷様。
一応狼男です。これはなんか耳つけてみたかったね。トモヤンとコーディネート一緒にするっていうのが、うん、結構俺の中の 裏テーマ。それを裏テーマで息ってさ、こっちの目真っ白のコンタクトつけとったのよ。黒目も全部白いやつ、何も見えんなチェキ真っ白やねんけど、ちょっと見えなさすぎて変えちゃいました今見えるやんな。もう今視界良好です。今俺のことも見えるやんな。見えません。なんでやおかしいおかしい。つまる、今日の変装じゃないわ。今日の今日の変装でいいよ。今日の仮装はこれなんやろうな、血まみれ女やっぱりね、ビジュアル系なんでね、できるだけこう激しめにおめかしできるのは嬉しいし、だってさ、ロイズの時にさ、いきなりな、ウィッグかぶってロン毛になったら意味わからんやんまあということで、まあちょっとね、こういうライブな感じですけど、まあほんまに特別なねライブなんで、最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ハロウィン、今日はハロウィンライブ2022年ということで、はい、まあ、去年の引き続き恒例行事にしていこうと思ってるんですけど、うん、やっぱこう、いいね、いいね。なんか、まあ、正直さ、こんなメイクする機会最近あんまないやん。ない。しなんか急にな、そういうことライブでも言ってたけど、ワンマンの時に急にこんなんしてほしい、どうしたこいつだってなるやつ、うん、ちょっと楽屋からざわつくやん、はい、変な影響受けてないみたいなで、なんかさ、いいこれ、俺一瞬さ、なんかワンピース映画俺あんま詳しくないから、そこらファーストじゃない歌あーまあちょっと待って、全然赤やな、赤やな、はい、すいませんでした。じゃあ社員責任で最後じゃあ、はいはい、ということで、デイドリーム前最後のワンマンだったんで、まあいい感じに次につなげたと思いますんで引き続き、はい、デイドリームツアー頑張っていきましょう。ういひとまずひとまず今日はハロウィンお疲れでした。お疲れでした。おすすめしてる